ハロプロ研修生は6人、うん、一緒にそう踊ってくれたり盛り上げてくれるんですけれども、うんうんうん、6人中なんと3人ベースボーカルが憧れだと。半分、3人です。3人、うんうん、ちょっと発表しますね、うん、小川れなちゃん、小川れなちゃん、すごいお姉さん、梨紗子落ちた、表現力とかすごいなぁなんて思うじゃないですか。続いて岸本夢乃ちゃん、みや結構夢乃ちゃん好きだよね。そう大好きね、うん、あの今やってないけど、あの前にモンキーダンスやってた時に、うん、セイって言うんだけど、うん、そのモノマネ超上手くて、私お煽りがそう好きすぎてモノマネまでしちゃうぐらい、モノマネしちゃうぐらい、そんな岸本ちゃん、うん、さきちゃん推し、それもさっき話にありました、うん、LINE ってあるんですけれども、アプリ、その LINE の画像もさきちゃんだそうです。好きすぎね。そう、自分のホーム画面をさきちゃんにする。そしてそれは全然責めないよ、うん、井上ひかるちゃん最後です。井上ひかるちゃん、うん、なんと頼むよ、ももちです。ってことで夏焼きさんの名前上がりませんでした。あ、そう、まあ、夏焼き先輩はね、もう当然として消去法も初めからもうね、いいじゃん、そういうの、そういうの逆に言われるとイライラするからやめて。皆さんこんにちは、ハロプロ研修生です。好きな先輩は夏焼きみやびさんです。先輩は夏焼きみやびさんで、好きな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 先輩は夏焼きみやびさんです。よろしくお願いします。疲れた、やばいもん体力。お疲れ様でした。いや、研修生にモテモテだよ。そんな夏焼き先輩はですね、お疲れ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 、みんなもありがとう。夏焼き先輩お疲れ様でした。お疲れ、お疲れ、憧れの先輩は鈴木亜美さんです。リアルでしょ、リアル。ちょっとリアルな言葉も聞きたいけど、ちょっと幸せのまま帰らせて。みんな憧れの先輩は誰か。